はい、こんにちは。派遣社員の独り言第113回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、在宅勤務について取り上げてみたいと思います。皆さん、派遣社員の方で在宅勤務をさせていただいている方っていらっしゃいますか私の派遣先では、まあ、私を含めた 派遣元まあいろんな派遣会社が来てますけれどもまあないですね、まあ、なぜかちょっとわからないんですけど、まあ、直雇用のパートみたいな働き方をしている方、まあ、この方は在宅用のパソコンが対応されて在宅勤務をされてるんですよで会社としてもなんか在宅率をなんか何パーセントという決まりがあ,ったあるようで。 まあそれぞれぞ会社の部署ごとに、ですね、今日は誰々が在宅というように、交代交代で取られているようなんですよ、ただし、派遣先の正社員と、あと直接雇用の方のみで、私たち派遣社員は一切、あの在宅勤務の対象外となってます、これって不思議ですよね、ただ連絡用のですね、携帯電話は、ですね、あのちゃんと派遣社員にも貸与されてるんですよ。 で当然、まあ、携帯電話にも、まあ、各社員の電話番号とか電話帳が入っているので、まあ、個人情報とか入ってますよね、さすがに業務,業務の資料は入らないにしても、まあ、一応、会社の携帯電話で高価なもので,で個人情報も入っているということになると結構、まあ、重要なものにはなるんですが、まあ、これはあの自宅に持って帰っても OK なんですね。っていうよりもむしろ まあなんか災害とかあった時に連絡取れるように、まあ、常にまあ自宅、まあ、身の回りにあの電源を入れて置いとくということなんですねまあも当然あの業務時間外にまあ仕事の話をしたりとかっていうのはまあアウトになると思うんですけども一応すぐにいざという時に連絡が取れるようにということでそういった指示を受けておりますそれであれば派遣社員さんもですね、まあ、業種によって私みたいなヘルプデスクは なかなかそのトラブルになった現場に行かないといけないとかですねそういったオンサイトと呼ばれる仕事があるのでまたはあの機器をですねあの設定したりとか実務作業ですねそういったものが付きまとうので、まあ、ちょっとなかなか在宅勤務はちょっと難しいかなとは思うんですけどもそれ以外の事務の方とかですねあのそういった方だったら別に普通に会社のパソコンと同じようにですね まあ遠隔するような感じかちょっとそのいろいろなシステムは会社ごとによって違うんですけれどもまあ在宅用の PC を作ってもらってまあ自宅で仕事をすることっていうのは十分可能なはずなんですね。まあ、そこのの部分ななぜあの派遣社員はダメなのかっていうところこれってちょっと一種の差別じゃないかなって私は思うんですよね。まあ、あのコロナのの感染がですね、まあ、実際その通勤電車中に 感染率が高くなっているかどうかっていうのはちょっとはっきりデータがないんでわからないんですけども、まあ、私もコロナがあの蔓延して、まあ、1年以上まあ満員電車通勤していますけれども今まのところ元気ですねなのであんまり在宅している意味って、まあ、実はあるのかないのかすらもうわからない状態。 で、まあ、ちょっと以前の回でお話ししたか、ツイッターの方がちょっと記憶が定かではないで申し訳ないんですけども、結構、あの飲食店でとか言ってますけども、実は家庭内感染率っていうのも結構高いんですよね、ですから結局のところ、まあ、自宅で仕事をしててもですね、あの会社に出社してもあまり変わらないんじゃないかっていうのが私の個人的な考えなんです。 ただ、まあ、あの一応、その会社として在宅勤務を取り入れる、まあ、いわゆる働き方の改革という部分では、まあ、在宅勤務というあの働き方もありだと。 という判断のもとであればコロナを除いてもまあ、そういったあの仕組みを作っていくというのはあの賛成なんですけれどもまあ、そこに派遣社員を入れないというのはちょっとまた話が違うかなと思うんですよねで特に今女性の方でうちにもいらっしゃるんですけどやっぱりま通勤電車が結構ぎゅうぎゅうでまあ、コロナに感染するのが怖いから まあ在宅勤務にしてほしいということはあの言ってるんですけども一応会社の決まりとしては直雇用もしくはその正社員のみ在宅勤務用のパソコンを支給しており、まあ、派遣社員には支給していないというような状況なんですねまあその派遣の女性の方も、まあ、それに対しても仕方ないなって諦めてるんで、まあ、それ以上のことは言ってないですし、まあ、もう毎日出社して、まあ、淡々と仕事をこなしているという状況ではあるんで。 まあもう諦めたのかなとは思ってるんですけど是非これはあの各会社のえとまあ上層部の方とかですね、まあ、社内でのえ同一賃金とかっていう話もあったじゃないですかあのまあそれは私は個人的には反対なんですけれどもやっぱり正社員と派遣社員って全然あの責任も違いますしやってることも違いますし、まあ、そこの責任の範囲っていうかその重さ 違うんであの同一審議にしろとはまでは言わないですけどもただ在宅勤務についてはあってもいいんじゃないかなもちろん職種によってですけどもというようなことを思っておりますのでぜひ、まあ、こ,れをこのブログは多分そういった企業の方は聞かないかな <laughs>、うん、そう思いますね。まあ、もし聞いていいいててただるとすれば まあ、あのこれから働こうとしている診察の方とかあと派遣社員で働かれている方とかそういった方のみになってしまうかもしれませんけれども、まあ、そのあたりの差別というか区別というかそういったものは撤廃して、まあ、皆さん、派遣でも正社員でも直雇用のアルバイトでも、まあ、同じような環境で働ける仕事、まあ、職場というのを作っていっていただきたいなと思いまして今回お話を上げさせていただきました。 まあ私は当面、このヘルプデスクという仕事をしている以上、まあ、在宅勤務というのはありえないんで、まあ、頑張って注意しながら通勤したいと思います。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。